腹筋してもなかなか下腹がへっこまない。いろんなエクササイズ頑張ってるのになかなかお腹が痩せない。そういった方におすすめな動画内容になってます。今回の動画を最後まで見ることで簡単で首腰痛くなく、たったの5回で下腹に効いてへっこんでくるやり方が分かってきます。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、簡単に下腹に効かす腹筋の方法ということで紹介していきます。腹筋をしてもどうしても首とか腰が痛い、お腹が疲れる前に違う場所が疲れてくる、いろんなやり方をしても下腹ではなく腹筋上部に効いてしまう、続けて腹筋しているのにお腹がへこむ実感がない、そういった方に簡単で行えるやり方になってます。今回はスマートフォンを持ったまま行える種目になってますので、一緒に頑張ってやってもらえたらと思います。それではやり方を紹介していきます。今回はフロッグ膝パカ腹筋を紹介していきます。膝パカというと足をこのようにねパカパカする内もものエクササイズなんですけども、これが実は腹筋に効きやすくなるんです。以前クランチを乗せました。この状態だと腰が浮きやすくて、腰が浮いてしまう場合体が起こせれない、お尻が緩んでる、お腹に効きにくい、腰が痛い、そういったやり方になってしまいます。そこで膝をカエル足にすることで腰を床につけやすくなって、お尻を締めやすくなって腹筋によく効きやすいというやり方を紹介しました。今回はスマホを持ったまま膝を通常カエル足、通常カエル足、このように膝をパカパカしていきます。なぜ膝パカをするとお腹に効くのか。腰が浮いてしまう場合、腰をつけれる人っていうのはお腹に効かしやすい人なんです。要するに寝た状態で腰が床につくということはドローインができている状態になります。ドローインできた状態から体を動かす、足を動かす、そうするとより腹筋に効きやすくなります。この状態で腰が浮かない人はお腹に効きやすいです。ですが腰が浮く人は膝を開くと腰がつきやすい。ですがこの状態を繰り返すことによって、腰がつけれない人は足を閉じた時に腰をつけとくことに頑張らないといけません。腰がつきやすい、腰が浮きやすいを繰り返すことによって、腰が浮かないように耐えながら腹筋を続けていくので、腰が浮きやすい人がよりお腹に効かしやすくなってきまいます。今回はこの腹筋をたったの5回一緒にやってもらいます。その前に腰が浮きにくくするために10回ほどキャットバックを先にしましょう。スマホを顔の下に置いて四つん這いになります。これでお尻を締める緩めるっていうことを繰り返します。これで腰を丸めてお尻締めるとちょっと腰が痛い、そんな方はちょっと膝だけを開いてください。膝を開いてこのように10回やってください。いきます。1、2、3、4、5、おへそを上に向ける感じです。7、8、9、10、 OK です。今まで腹筋に効かす意識ができました。次はフロッグ膝パカ腹筋です。体を起こして膝パカを10回、その間息を吐き続けます。1回やってみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10といった感じです。負荷を上げるためには足の位置を前に出して膝パカしてください。辛い方は手前で膝パカしてください。上体はできるだけ起こします。手は遠くに伸ばします。10回の間はできるだけ息を吐き続けてください。細く長く口を尖らせてお腹をどんどんへこませながら上体をキープです。これを5回いきます。それではスマートフォンを見ながら手を伸ばして上体を起こしていきます。 3、2、1、5、 1、2、3、
3、4、5、6、7、8、9、10。OK。2回目いきます。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK。3回目。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK。4回目。あと2回です。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK。あー、疲れてきた。お腹痛い。ラスト。いきます。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あー。お疲れ様でした。どうでしたか？フロッグ膝パカ腹筋お腹に効いたよっていう方はですね、グッドボタンやコメントよろしくお願いいたします。通常のクランチっていうのはお腹を収縮させるので、お腹が休まる時があります。そして今回は上体起こしたままで膝を動かして、腰が少し浮くところを浮かないようにする。お尻を、足を閉じると緩むんですが、足を広げるとお尻が締まる。なのでお腹に力が入ったまま、さらにキュッ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 とね、腹筋に効かしているイメージになります。なので通常の腹筋よりも効きやすいです。そして10秒間息を吐き続けるってことで、腹横筋をしっかり使えますので、お腹をへこませる力というのがね、身についてきます。いろんな腹筋やってもお腹がへこまない、下腹に効きにくい、首や腰が痛くなる、そういった方は今回のキャットバックプラスアルファフロッグ膝パカ腹筋というのをペアでやってみてください。やりやすかったよ、聞いたよって方はですね、各種 SNS やってますので、 Twitter でシェア、 YouTube で共有などをして拡散してください。よろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。お腹に効いたよって方はグッドボタンとコメント待ってます。Thank you.